植物組織切片の超低温長期保存操作低音生物学は低温における生物の動態、修正、生理活性や低温への耐性、低温での生物の保存などについて研究対象とする生物学の一分野である。脳低温療法、低体温手術や等症などの低温を扱う医学分野と被むる部分はあるが、これらは低温医学として別の分野に分類するようである。 ただし、生殖医療における、冷凍細胞保存や医学サンプルの冷凍保存、病変部の冷凍による破壊などは、低温生物学の一分野としてみなす場合がある。低温生物学では、微生物、植物、動物などのタンパク質、細胞、組織、器官といった各分類について、様々な温度域における低温での性質について、研究が行われている。特に、人の肺、 細胞、組織などの保存技術を対象とするものに注力されている。低温関係の科学史を述べると、紀元前2500年にエジプトでヒッポクラテスによって低温が医療に利用されていたとの記録がある。近世においては17世紀イギリスでロバート・ボイルが低温の動物への作用を報告している。1949年、英国国立医学研究所で、 クリストファー・ポルジとアンドリュー・スミスによってグリセリンの添加が牛生液の冷凍保存改善に極めて有効であることが偶然発見された。この発見が生物の低温保存技術について大きなブレイクスルーとなった。その後、生死、卵、肺、血液成分などについては液体窒素による保存技術が確立され、現在は心臓など、 臓器移植向けの保存技術についての研究が途上、段階にある。動物細胞の脱水や解凍について様々な知見が知られている。その中では、一気に冷凍を行い表彰が成長しないうちに、冷凍を完了する、もしくは徐々に冷凍を行い壮大な表彰が、積出しないようにする、というのが基本的な理論である。糖類溶液などによって、更新等圧とする、 フリーズドライを行う、水分をグリセリンなどに置換してガラス化させるなどの手法が知られている。グリセリン置換を行うと細胞がガラス点移転を獲得するため、冷凍時に細胞内での氷床の生成が抑制される。そのため氷床の成長による組織の破壊を防ぐことができる。この目的に加える物質を当該防御剤と呼ぶ。植物における適用としては、 主に遺伝資源の保存を目的に植物の種苗や組織の低温保存が行われている。種子や花粉は冷凍状態では数年以上にわたる保存が可能であるものが多く存在しており、兄弟栽培による遺伝資源の保存と並行して行われている。組織切片については動物細胞と同様の方法によって保存が行われている。枝、株単位などの状態では 予備冷凍を行う、高浸透圧物質による処理を行うなどの手法が研究されている。一部で成功を見ているが、手法としては発展途上である。また、生育している植物については、糖類やプロリンの使用によって低温ストレスへの耐性が増強されるとの知見がある。動植物の個体単位への研究では、極寒地における動植物の大低温メカリズムの解明、 当民のメカニズムの解明、大低音遺伝子の研究、それらの人為的な操作への応用などが行われている。当民時の動物では、死亡の不飽和度の上昇による死亡凝結防止が発生している低温の海域に生息している魚類は、不当タンパク質の存在によって、組織域中で表彰の成長を抑制しているなどの知見が今までに得られており、これらの応用、 実用化が研究途上にある。ありがとうございます。